はいどうも、ザンダルクです。というわけで、今回も、コールオブデューティー MW2 ことこちらの DMZ モードを遊んでいくんですけども、やっと今回で最終回ということで、まあ、現状ね、その DMZ でいけるミッションのティアが全てマックスということで、長きにわたる戦いがこれにて終了いたします。一応ね、そのプレイ時間見たところ、だいたい DMZ だけで約200時間ぐらいプレイしたかなっていう、一応 PS4 と5でちょっとアプリ分けてて、まあ、PS5 がマルチ、そして PS4 の方では DMZ とウォーゾーン2って形でやってますので、まあ、ウォーゾーン2のプレイ時間差し引いても約200時間ぐらいはね、まあ、DMZ でプレイしたかなと。ただまあね、僕の場合は、前々からね、動画で言ってる通り、海外で攻略情報すらも上がってない状態でプレイしてるから、しかもソロでやってるんで、もうバグとの戦いで、めちゃくちゃそこで時間かかられたから、大体まあ皆さんだったらパーティー組んだら100時間ぐらいで、まあ、150時間ぐらいではね、まあ、全クリできるんじゃないかなと思います。ということで、ぜひぜひ皆さんね、この派閥のミッション、全クリ目指して頑張ってみてください。ということで、今回最後にやるミッションは、ディージョンティア5のとどめですね。一応、これね、ちょっと、まあ、前々から言ってましたが、ホワイトロータスの洞窟潜入。まあ、これがね、ちょっとバグで終わってないから、ティア5に入れないんですよ。いや、どんなバグやね、みたいなね。もう進行不能バグはさすがに草生えますよ、公式さんって感じではありますが、まあまあもうしゃあないもんしゃあないんでね。はい。まあ、現状はこちらのブラックマウスと、まあ、ディージョンがね、ティア5でマックスとなっております。はい。だからまあ実質これで全クリですね。で、ちょっと翻訳ミスとかありますが、今回のティア5の D 上に関しては、なんとバグがほぼなくて、比較的後半のミッションの中で一番楽なミッションでした。ただソロだと絶対不可能なクリア条件が数多くありましたので、今回も最初にまあ苦労したミッション解説して、まあその後いつも通りに最後にもらえる無料バリアントの紹介やっていきたいと思います。一応過去にこういった形で DMZ の動画ね、まとめてあげてますので、よかったら皆さんの進行状況に合わせてこちらご覧ください。ということで早速解説参りましょう。はい、まず最初にこちら解説するのが、知識への渇望ミッションってことで、まさかのね、英語の原文のまま日本訳されてないんで、めちゃくちゃバグが怖いというかね、ミッション内容違うんじゃないかなと思ったんですけど、なんとこちらタスクミッション通り1分以内に契約を5つ完了せよっていうね、奇跡のまんまのミッションということで、でも DMZ においては非常に珍しい事例ですね。で、こちらですね、めちゃくちゃ簡単っちゃ簡単なんだけど、まあ、コツを使うまでがね、すごい難しいというか、どのミッションでやればいいのかすごい難しいということで、こちら解説していきますと、まずこちら HVT ミッションっていうね、中ボスみたいなちょっと硬いやつがいるんだけど、そいつを倒せば、まあ、契約完了。まあ、これがね、もう非常にシンプルイズザベスト。で、特にこの街のところで ATVT ミッションを受けると、大体めちゃくちゃ近くで敵が湧いてくれるから、一応ソロでも全然余裕で終わらせられますね。はい、なので、まあ、HVT ミッションを個人的にはお勧めします。はい、そしてお次。まあ、これね、ちょっとまだ終わってないんだけど、契約8っていうね。まあ、1回の出撃で固有タイプの契約を8個完了せよ。これね、ちょっと原文ちょっとまだ翻訳できてないんだけど、一応8種類別々のものをやらなきゃいけないんですよね。一応契約自体は9個、種類がありますので、まあ、その9分の8をね、ちゃんと覚えてクリアしないといけないんですけど、まあ、これね、めちゃくちゃ難しくて、時間内に終わんないっていう、ソロだったら、ま、結構厳しいっていう、まあ、その脇の運があったりとかして、ちょっとま、難しいかなっていう。一応ね、これパーティー組んで2パーでちょっとやってみたんだけど、まあ、こういう形で、ちょっと船のミッションがね、めちゃくちゃ運ゲーで、こういう形でバグる。うん、音バグでバグって飛ばされる可能性もあるし、あとこれね、その、船なんだけど、敵のヘリの弾当たり判定がめちゃくちゃね、強くて、それで、運ゲーで頭当てられて、殺される可能性がめちゃくちゃあるんですよね。だから、ちょっとこれは心折れましたね。ちょっと運要素が強すぎたんで、パーティーでもちょっとやりたくないなってことで飛ばしました。まあ、ただ一応ね、このミッション自体は飛ばしても、最後のこのミッションチャレンジすることはできますので、僕はちょっとこちらスルーさせていただきます。パーティー組んでもめんどくさかったんで、スルーさせていただきます。一応ソロでもクリアできると思うんですが、非常に難しいミッションということで、ぜひぜひ皆さん頑張ってみてください。そしてお次。まあ、これね、ふざけんなよって感じなんだけど、UAV を5機同時起動せよっていうね、これ絶対ソロじゃ終わりません。断言します。これね、理論的にも絶対ソロで終わんなくて、UAV の起動自体が確か2分ちょいぐらいでね、閉じちゃうんですよ。そう、だから1個起動するじゃないですか。残り4個2分以内で全部回らないといけないんですよ。車でもヘリでも絶対無理です。なので、これね、3パ組まないとちょっと安定しないかなと思ったんですが、頑張って2パで終わらせました。はい、3パだったら 100% 終わるんですけど、2パでね、終わるかどうか検証してみたところ、一応、頑張って1人がそのパラシュートとヘリ使って3個終わらせて、もう1人が車で2個起動するっていう。もうこれでギリギリです。はい。という形でなんとか終わらせたんで、まあ皆さんもね、友達がいる方はぜひとも2パで頑張ってください。いない方は、ここで積みます。もう野良でも絶対できないからね。うん、パーティーでボイチャつけないと絶対無理だから、そこら辺がちょっと辛いかなって思いました。はい、そしてお次。まあこれね、ちょっと前回の続きなんですけど、車7台、破壊せよっていうミッションで、まあ前回ね、こちら4台破壊せよっていう、まあミッション内容でしたが、はい、7台であったよってふざけんなよってバグなんですけど、一応ね、7台でちゃんと終わったよっていう、動画となっております。そしてお次。まあこれね、
正直めちゃくちゃしんどかったですね。まあ一応このミッション自体、この D ジョンのティア5自体はやれば終わるミッションばっかだから、まあまあできんことはないんだけど、まあこれが一番最後まで残りましたね。はい、ゴミ収集箱にガスマスク90個届けど、そして放射線ブロッカー、いた薬ですね。こちらを100個回収せよってことで、いやもうね、まあ、ガスマスクはお金で買えるから、最悪ね、こういった形で、多分まあ動画貼っ付けてると思うんですけど、まあね、お金めっちゃ集めて、めちゃくちゃ買って、運んで、一気に納品みたいなことできるから、これはね、やろうと思ったら、まあ、10試合ぐらい、まあ5、6試合ぐらいかな、で終わる可能性もあるんですけど、放射線ブロッカー、これどう頑張ってもソロだったら、最大8個ぐらいしか持って帰れないからさ、10回以上行かないといけないんだよね。で、運よくそんなこともできないから、敵パーティーとも遭遇するからさ、まあ20回ぐらいはちょっと行かないといけないっていう、もう鬼のめんどくささ。これがね、もうやばかったですね。誰が100個も回収せよってやってんねんみたいなね。しかもこれバックパックレベル3じゃなかったらね、4個ぐらいしか持っていかれないから、そういったところを、鬼畜というか時間だけがかかるすごいめんどくさいミッションでしたね。ただやれば終わるから、モチベはすごい高くプレイできました。まあこれぐらいの最後難易度だったら全然いいかなと思いましたね。はい、ということで比較的リージョンさんの方はね、こちらの契約上のなんかこれ義務以外は基本的には全部終わらせて、クリアということで、最後のこちらのとどめ、やっていきましょうか。この作戦の最終段階では、ザルクはハイドロエレクトリン、まあ破壊工作らしいですね。で、まあ、4箇所ガソリンスタンドで、車両駐車して、で、ザルクはハイドロエレクトロリックで、爆弾仕掛けて、無線塔の2階に上がって、爆破せよっていうね、めちゃくちゃ簡単なミッションとなっております。バグなければ、ま、終わるよね。はい、ということで、早速、こちら、やっていきましょう。さあ、ザルクはハイドロエレクトロリック。で、まずは駐車する。4箇所、まあ、あるね。この多分、水のところもそうだよな。危なかった。このザルクはさ、ハイドロエレクトロニックって、たまに、この、ジャガの兵が湧いたりとかしてるんですよ。これの、乱数だったらやばかったね。はい、まず、ここで停車します。はぁ、停車したよ。で、爆弾を仕掛けよう。おぉ、できる。おぉ、すげえ。ほぉ、ポチポチ。え?あー、オッケーオッケー。え?停車したよね。ザルクはハイドロエレク、全4箇所のガソリンスタンドで車両を駐車せよ。え、駐車してるよ?これもしや、バグなのでは?駐車してるよ。ザルクはハイドロエレクティックで駐車してるよ。俺、駐車してるよ。これダメなの?停止した。停止してもダメか。え、ちょっと待って。こっちのさ、車だったらワンチャンいける?みたいな、こういう感じ。どうよ。ダメ?シーラね。まあ終わったらクリアできるっしょ。はい。2箇所目来ました。はい、こちらも爆弾設置できます。はい、4分の2になりました。ははー。このミッション、車両駐車せよっていうのを、4箇所置きっぱなしにしろってことじゃない?車を、言ったら4箇所一気に置いて、で、爆発するときに、一緒に車ごと爆発して、でっかい花火打ち上げようぜ的な?なるほどね。同時で置いたらこれ進行するパターンでしょ。だってこれ、4分の4とかなってへんもんね。4分の、1分の1になってるからさ、つまり、そういうことなんよ。いやー、もうこの DMZ やりすぎて、このクソみたいな誤訳とかを、深読みして読めるようになりましたね。IQ が上がる神ゲーです。多分そういうことでしょ。1分の1ってことは。はい、オッケー。で、爆弾設置。よいしょー!ギリギリついたよ。はい。は?ちょっと待って、ほんまにやめて。リバイバルあるからいいけど。待って、これ、今日駐車できてないことになってるんやけど。いや、駐車できてるやん。は?なんで?あー、さっきのあれ、車壊れた判定になってるからダメなんや。多分ね、あそこの狭さだったら、多分このちっちゃいバギーとかじゃないと入れへんから、結構これは難しいですね。バギーで突破しようと思っても、だいぶ体抜かれちゃうからな。ここね、敵が硬いんすよね。アーマー兵ガチガチで。は?おい!バカだれー!バギー壊れやすいんだぞ。これでいったやろ!オッケー来たー!やっぱバグじゃなかったっすねー。COD さん僕は信じてました。これもしや、バグなのでは?手のひら返しくるくる。おー、なんかトラック来たぞ。迫撃をくれ!で、それが出てる間に、俺は登るよ。やめろ、バカ!はーい!気持ちええ。さあ、奴らが蘇生してる間に、起爆しちゃいましょう。爆弾、起爆!おい!車両破壊、気持ちいい!これ気持ちいいね。はい、ということで、これで無事ミッション終了いたしました。これで僕も死んで OK なんでね。うぃー、アーマー割っていく!あ、死んだね、あいつら。はい、ショットガンのお時間でーす。ショットガンのお時間でーす。はははは。え!うわー、復活した!うわー、これは俺の
マンシーンてかショットガン全然死なへんやこれ。はい、ということでこれでディージョンの方も、実質まあ全クリって言い方したらちょっとあれなんだけど、まあ終わってないやつとかあるんだけど、ただまあそのティアの方ではねこれ以上、進行不可能ということで、マックスとなっております。これさ、ホワイトロータスもそうだけど、あ、これまだ残ってるからこれ派閥マックスなってないんだ。言ったらこれも全部終わらせたら、100% なりますよってことやね。はい、ただまあ現状ね、あのクリアできないバグとかもあるから、そうブラックマウスの方とかだったら特にこの武器オペレーター回収とか未だに治ってないバグなんでね、まあそういったところ絶対理論上 100% は無理なんですが、まあそのティアの方だけはね一応進めましたと。でホワイトロータスのこのバグもね、もしかしたら今治ってるかもしんないけど、現状なんかツイッターとか海外の情報見てる限りはまだ治ってないっぽいから、はい、これはまあまたね気が向いたら治った瞬間に動画上げていこうかなと思います。さあ、では問題のバリアントですよ。これ多分 F タックリコンだよな。海外のやつでもまだ見てないからな。え、普通にかっこよくね。え、たっこれだよね。普通にかっこよくない？ね、全然ありやん。まあ、無料だったらこんなもんやろっていう。サプレッサーのこの刻印付き、刻印ってこの紋章というかこう模様付き、非常におしゃれですね。グリップもちょっと模様ついてるし、まあ、あの、今作はね、そのバリアントをこう組み合わせられますから、だから、ちょっと課金で手に入れたこのクソかっこいいやつ。これのサプレッサーちょっと何も刻印入ってないじゃん。刻印とか模様入ってないじゃん。これをね、ほらこれに変えてあげると、あ、めっちゃおしゃれやんっていう。これサプレッサーだけの価値ありますよ。いや、普通に良かったね。なんか、結構微妙なバリアントとか多かったんだけど、DMZ さん。今回普通にかっこいいわ。うん、ほんほんほん。全然ありやね。はい、ということで、FPS 視点は、こういった形となっております。あ、全然あり、全然あり。普通にシンプルでいいね。ちょっと、このボディ部分のところのなんか白模様がちょっといらんかなって感じだけど、まあ、サプレッサーすごいいいし、それ以外もこのパーツの至るところがブロンズでいいのかな？ね、色ついた金属でいいっすね。はい。まあ、これがね、全クリした報酬なのかって言われたらちょっと、いや、5発しかないんか、そっか。まあ、これがね、DMZ の全クリの報酬だーって言うと、ちょっとしょぼく感じるかもしれませんが、まあまあ、無料でもらえるんだって全然ありだと思いますので、ぜひね、まあ、報酬目当てっていうよりか DMZ 楽しい目的でプレイしてみてください。はい、ということで、まあ、これからもですね、ちょっと DMZ まだちょっとやり残したところも多少ありますので、はい、もしよろしければね、通知が届くように、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。